いついたちまちゃん。どうもご卑賢です。本日ね、朝からチマニョンの病院だったんですけど、まあ診察だけですね。お腹をちょっと見せてくれっていう話、見たいっていう感じの診察日だったんですよ、今日は。ここで連れてったら、昨日でしたね、病院の日が。僕今日が20日だと思ってたんですけど、昨日ですね、20日はボケちゃってましたよ。で、今日担当の先生がいないもんで、金曜日以降にまた来てくださいっていう話で、もうね、ほんとボケちゃってますよ。もう年は取りたくねえな、こんな感じでちょっとやっていきます。今この辺ね、昨日余分なものを撤去しまして、もう今よいしょ、なんていうんですかね、この辺にあったんですけど、ちょっと本当に届かないところへ逃がして持ってきてます今。ほんでとりあえず火星の電源を変な風に取ってたので、それをもう今引っこ抜いて、でこのコンピューターですね、エンジン移植する時にやっぱそのやつそのまま移植してあると思うんですけど、それがもうこの辺にあったので、ちょっとなるべく奥の方に当たらないところにちょっとできるだけそっち側へ寄せたいと思います。んでちょっとクッション材を一応巻いといてっていうか引いて置きたいので、いや、しっちゃかめっちゃかだな、クソ。もうよいしょ、ちょうどねクッション材があるので、それをちょっと切り出して、ちょきちょき切りまして、くるくる巻いて、隠していきます。そんな感じでやっていきます。今こんな感じで、クッション材を今切り抜きまして、背中面と前方面で元々のスポンジ、床の方に入ってたんですよ。で、まあフロアの鉄板に直接だったので、ちょっとスポンジの方へ移して、でなるべく情報にちょっと隠して、でカーペットを直そうと思います。なんかの本当はこ、あ、いてててほんと固定する部分がこのボックスの横についてるんで、ついてるっていうか、なんつって言ったらいいんだ、ステみたいなのを止める用のこのネジ穴みたいなのがあるにあるんですが、そこまで作っちゃうとね、ちょっとこれサービスでタダでやってるんで、申し訳ないですがね、ちょっとやれるだけのことでやっておきますね。勝手にやっちゃってお金くださいっていうのはやっぱ言えないのでね。よし、そんな感じでなるべく進めていきます。痛い痛い、腰が痛いんだもん。ここね、これがカーステの方の常時電源、バッテリーから直に取ってる方なんですけどどうしようかな。そのまま使っちゃうのもいいんだけど、ちょっと心配なんですよね、なんかね、こんなんだしな。作り変えるかね。怖いとこは、気づいたとこは全部やるか。安心してください、オーナーさん、これもサービスですからね。さてと、まあまあ止まっちゃってるよな。ほんで一色たになってる配線、こっちは多分あれか、電ファンか。じゃあこれは何ですかね。これもむき出しのまま、うわー、これは何の電気を取ってるんだろう。室内側まで入ってるな。バラさにはダメか。しょうがないですね。しょうがないって、まあ私が好きでやってるんでいいんですかね。ちょっとやってみましょう。とりあえずメイン電源バッテリーから取ってるやつをちょっと撤去しまして、室内側の方の一番向こうのヒューズボックスがあるんですが、その辺からちょっと調べて、常時電源と
ACC をつなげていこうかなと思います。だいぶ元戻ってきましたね。まあこれはよいしょよいしょ、もう私の趣味で今日はやってるようなもんなので、すいませんがのんびりとやらせてもらいますね、これは。はい、休憩しましょう。そうそう、昨日からね禁煙してるんですよ。禁煙、どのぐらい持つかな、今回こそはって思ってますがね、もう私の周りでタバコ吸ってる人一人もいないぐらいですよ。ちょっとね私もやめてみます。言っちゃったからな、頑張んないとな。なちまっちょ、あらねんねんちてるわね。休憩よ。